一番くじ、リクミン、おうちでのんびりコレクションが11月2日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回700円で、1ロット70本ですので、すべて購入したら4万9000円になります。A 賞はオッチンのフェイスクッションです。オッチンがフェイスクッションになって登場。おうちで膝の上に乗せたり抱きしめたり、くつろぎ時間のお供に切ったり、当選確率は70分の2で2.86%です。 新章はおうちでのんびりピクミンブランケットです。のんびりしているピクミンたちとおッチンがデザインされたブランケットです。肌寒い時やちょっと一休みする時に使えます。お気に入りのピクミンをデザインから探してみてください。当選確率は70分の2で2.86%です。新章は岩ピクミンの蓋付き小物入れです。ずっしりとした岩ピクミンの陶磁器製の蓋付き小物入れです。割れてしまわないように優しく使ってあげてくださいね。 当選確率は70分の3で4.29%です。D 賞は集めてピクミンのプレートコレクションです。9種のピクミンがそれぞれにデザインされた当時期制のプレートコレクションです。好きなピクミンを選んだり、全種集めてその日の気分で使ったりして、ピクミンたちと毎日を楽しもう。当選確率は70分の10で14.29%です。E 賞は一緒に運ぶポーチコレクションです。紫ピクミン。 白ピクミンがそれぞれデザインされた巾着と、羽ピクミン、氷ピクミン、光ピクミンがそれぞれデザインされたクリアポーチのアソートです。ピクミンたちと一緒に小物を持ち運んでお出かけを楽しんでください。当選確率は70分の13で18.57%です。F 賞は一緒にのんびりピクミンチャームです。九種のピクミンとオッチンがアソートされたメタルチャームです。たくさん集めてピクミンたちを増やしてもよし、お気に入りのピクミンをゲットするもよし。 カバンなどにつけて一緒にお出かけしよう。当選確率は70分の20で28.57%です。G 賞はピクミンのステーショナリーアソートです。ポップアップメモとクリアファイル2枚セットの選べるステーショナリーアソートです。ポップアップメモはピクミンたちとオッチンがひょっこり現れるデザイン。クリアファイルはピクミンたちが全員集合。当選確率は70分の20で28.57%です。ラストワン賞はのんびりピクミンのオニヨンダタライトです。 ピクミンを生み出す謎の物体、オニオンをイメージしたライトです。まだ目の状態のキピクミンと青ピクミン、のんびりしている赤ピクミンがオニオンに照らされます。インテリアとして飾れば、お部屋がピクミンの世界に、以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。